昆虫の代謝を利用して化合物の構造を変えるというのが、私の研究の大きな目標になっています。化合物の構造をその昆虫の、代謝に使われる酵素を介して変えることができます。医薬品とか、まあ、あと他にもいろいろ使われている化合物、例えば香料とかも化合物が使われていると思うので、そういったものを、まあ、自由に作れるようになるというようなイメージです。昆虫の糞をその漢方とかだと飲んでいたりするんですけど、その具体的にどういう成分が効いてるとか、そういうのは調べられていないんですよね。なのでそのどういうのが効くのかっていう、その化合物を決めるっていうところまで、細かいところまでその迫れるっていうのはすごく自分の研究の魅力だと思っています。他の人がやっていないっていう点ですね。一番は私がやってる昆虫は本当に私の研究室、多分世界でも初めてになるので、その点は今でもすごく魅力的です。愛着と誇りの持てる地域づくりっていうのが私の中でテーマなんですけど、まあ、農村地域の人たちといろいろ話している中で、まあ、よそ者から見るとすごくたくさん魅力がある地域ばかりなのに、ここには何もないって言ってしまう人がすごく多かったんですね。その地域にある資源をちゃんと認めて、自分たち愛着とか誇りを持てるような地域づくりのあり方がどうやったらできるのかなっていうのをずっと考えています。農村だけに着目するのではなくて、こう都市と農村の関係っていうのも重視しているの で日本だと今でも人口が都市に集中しているって中で、イギリスは都市から農村に人が移り住んでいる、人口の移動がずっと1970年代から増加していて、イギリスから学べることがあるだろうっていうので1年間留学しました。住民主体で何かやっていく先に愛着とか誇りが育まれて、次世代につないでいきたいっていうような気持ちにも行動にもつながっていくっていうふうに信じているので、都会育ちの人とその農村部っていうのをつなげるような役割になりたいと思います。